ラドナー軍区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のデラウェア軍のホームルール自治体、タウンシップである。2010年の国勢調査での人口は31,531人だった。ペンシルベニア州ではフィラデルフィア郊外の裕福な地域であるメインラインに属している。町内にはビラノバ大学、カブリニカレッジ、バレー法事陸軍アカデミーとカレッジ、 イースタン大学がある。ラドナータウンシップは1682年に、ウィリアムペンからの払い下げ地として設立された。ウェールズトラックとの一部であり、ウェールズのラドナーシャーにちなんで名付けられた。1717 17年、ウェールズフレンズが、クエーカー京都の集会所を、現在のコーンストーガ道路とスプロール道路の交差点近くに建設した。そこが、町の地理的中心にあった。 この新しい町、ラドナービルは、後に、近くの遺産クリークから遺産の町と呼ばれ、集会所を中心に成長した。この町は、税金が高かったので町を離れる住民も多く、18世紀後半には、ウェールズの影響が小さくなっていった。20世紀になって、町の至るところに、石像の記念碑が建てられ、ウェールズの歴史遺産を記念している。 アンソニー・ウェイン劇場の前に立つアメリカ国道30号線の記念マイル表、後継左は AT&T のトータウンシップ内にある。その他歴史的構造物としては、コーンストーが道路沿いにあった酒場のソレルホースがある。ここはアメリカ独立戦争の時、大陸軍がブランディワインの戦いで敗れて、フィラデルフィアに撤退する途中のジョージ・ワシントンとラファイエット公爵が隠れた。 1794年、アメリカ合衆国では、最初の有料道路であるランカスター・パイクがフィラデルフィア市とランカスター市をつなぎ、その間にラドナーを通った。この道路は、現在リンカーンハイウェイの一部になっている。コロンビア鉄道、あとのペンシルバニア鉄道の一部は1832年に開通した。ラドナーは、地元でいうメインラインの街の一つとなった。 もう一つ、フィラデルフィアウェスタン鉄道もラドナーを通り、20世紀初期に開通した。メインラインの施設や、フィラデルフィアウェスタン鉄道施設の一部は、現在も南東ペンシルベニア交通局が利用しており、メインラインの線路はアムトラックが使っている。八百八十年代、ジョージ・ W ・チャイルズがラドナーの西部、ルーラ地区の資産を購入し、その地域を アメリカ独立戦争の英雄アンソニー・ウェインにちなんで、ウェインと改名し、国内では初の公害開発地にした。ラドナーフレンズ集会所とウッドクレストがアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ラドナータウンシップは北緯40度2分0秒整形75度22分18秒。 北緯4 0 0 3 3 3三度整形75.37167度、4 0 0ナ3 3 3 7 5 3 7 1 6 7に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は13.8平方マイルであり、この内陸地13.8平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.07%である1895年頃の、 地図、ラドナーの大半と、ペンシルベニアメインラインの街を示している以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。礼拝のための場所としては、セント・デイビッド・エピスコパル教会があり、その墓地と建物は1715年から始まった。アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。リンカーン・フィナンシャル・グループがラドナーに本社を置いている。 2007年、同社は役員を含めて、従業員400人をフィラデルフィアからラドナーに移転させた。他にも、金融の JG ・ウェントアース、雑誌の TV ガイド、各種ガス販売のエアガスが本社を置いている。ラドナーの2013年包括的財務報告書によれば、軍内の主要雇用主は次の通りである。公立学校、ラドナータウンシップの児童生徒は、 ラドナータウンシップ教育学区の学校に通っている。ラドナー高校とラドナー中学校はこの学区で唯一の高校と中学校である。小学校は3校ある。私立学校アークビショップ、ジョン・キャロル高校はフィラデルフィア大教区のローマカトリック高校である。バレー法事陸軍アカデミーとカレッジは7年生から12年生までの寄宿学校である。 アグネス・アーウィン学校は幼稚園前から12年までの女子校である。セント・キャサリン・オブ・シエナはアウェインにある幼稚園から8年生までのカトリック学校である。ヒルトップ予備校は遺産にあり、6年生から12年生の障害について学ぶ生徒のための学校であり、2011年9月時点では5年生も入学させている。ビラノバ大学、イースタン大学、 カブリーニカレッジがラドナーダウンシップ内にある高等教育機関である。バレォ法事陸軍アカデミーとカレッジが2年生、ジュニアカレッジを運営している。ありがとうございます。